さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。11月は W リーグお休み期間なので、今回は日本代表に関して少し触れていこうと思います。前回の動画では触れていなかったのですが、3x3 の開催国枠が男子に決定したということで、女子は自力で出場枠を獲得する必要があります。また、その大会が2020年の3月18日から22日ということで、W リーグのプレイオフのセミクォーターファイナルとクォーターファイナルの日程と被るので、その辺がどのように影響するのか、選考にも影響する可能性もありますし、そのあたりは今後も注目していきたいと思います。ですが、ぜひ出場枠を獲得して、オリンピックでも暴れてほしいです。そして、五輪プレオ戦が14日から17日まで行われます。オリンピック出場権を持っている日本ですが、大会のレギュレーションによって日本代表も参加が義務付けられているので、今回マレーシアで行われる五輪プレオ戦に日本も出場します。その代表に選ばれた選手を今回は見ていきたいと思います。まず、引退を撤回して現役に復帰した吉田選手が代表に復帰。そして、渡嘉敷選手がアジアカップに続いて選ばれ、アジアカップでは、急遽招集された、渡辺選手が今回も選ばれ、同じくアジアカップにも選ばれていた、宮澤選手が今回も選ばれました。アジアカップでは直前の怪我の影響などによって不参加になった谷村選手が選ばれ、アジアカップ MVP の、本橋選手が今回も選ばれました。で、アジアカップで途中出場から3ポイントを決めて勝利に貢献した林選手が今回も選ばれ、昨年のワールドカップのメンバーで今回代表復帰となる根本選手。で、アジアカップのメンバーには選ばれませんでしたが、梅澤選手が今回は選ばれ、アジアカップでスターターに抜擢され、活躍した赤穂ひまわり選手が今回も選ばれています。そして、今回のサプライズは、5人制では今年に関しては代表候補にも入っていなかった、ICAW の宮下選手が選ばれました。そして最後に、アジアカップでは選ばれませんでしたが、昨年のワールドカップでも活躍した、オコエ・モニカ選手が選ばれました。今回はアジアカップにも選ばれていた選手が6人ということで、それ以外のメンバーは代表に復帰だったり、初めてのメンバーもいます。今回の代表戦はもちろん勝ちを目指しているとは思いますが、新戦力の発掘や底上げがポイントでもあるので、そういった意味でも注目ですし、宮下選手に関してはおそらくほとんどの人が予想できなかったサプライズなので、どんな活躍をするか注目です。で、吉田選手は代表復帰ですが、正直まだ体力面だったり、以前の状態まで戻っていないと思いますが、それでも最近の試合ではアシストを量産していたり、経験値は他の選手より多いと思うので、そういった意味でも期待できますし、渡嘉敷選手とのホットラインは健在なので、相乗効果にも期待したいと思います。で、今回は高田選手が選ばれていませんが、高田選手、渡嘉敷選手は代表では欠かせない存在です。逆に言えば、その代わりになる選手がまだ出てきていないのも事実です。そういった意味でも、今回はインサイド陣がどの程度やれるのかが試される大会でもあります。で、オーストラリア代表はアジアカップ不在だった2メートルを超える長身のキャンベージ選手が今回は選ばれているようなので、キャンベージ選手を守るインサイド陣は、ある程度やられてしまうとは思いますが、日本ではまず体験することのないような高さと強さを兼ね備えた選手なので、非常に貴重な代表戦になると思います。その経験をオリンピックにつなげてほしいと思います。で、今回新しく選ばれた6人がどのようなバスケットを見せてくれるか注目です。今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。